皆さんこんにちは、関光太郎です。今日はですね、ビクトリアゴルフお茶の水店にやってまいりました。今回はスパイクです。なかなかこうたくさんスパイクありますので、振りやすいスパイクだったりね、歩きやすいスパイクだったり、まあ、なかなか2つを兼ね備えてるっていうスパイク、僕が知る限りやっぱり数少なくてですね、なかなか選び方も難しいと思います。そこで今日はシューズスペシャリストの山口さんに選んでもらいましょう。どうぞお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ビクトリアゴルフ大人見店の山口と申します。お願いします。今一押しのスパイクってどれですか？いいですか、紹介しても。あるんですか？はい、こちらになります。ほう、これプーマパワーアダプトケージドクラフテッドになります。これはどんなところがすごいんですか？特徴としてはですね、こちらのサイドについている部分、パワーケージドが軸の安定を保ってくれて、ブレないように、さらにこちらのスパイクですね、こちらがパワーアダプトといいまして、動くようになってますので、360度、地面についても動くようになりますので、こちらで安定感さらに。この秒が動くってことですか？そうですね、こうしてもらうと、こう、あ、本当だ、すごい。360度回転しますので、こちらの方で抜群の安定感。踏ん張りが効くと。あ、じゃあ、靴がこう傾いてもこう秒自体がこう傾いて踏ん張ってくれて、あ、地面から剥がれない。そうです。あ、すごい。で、こちらの靴なんですけどゼビオグループの限定カラーとなっております。ビクトリアさん、ゼビオさんでしか買えない。そうです。あ、へー。さらにですね、はい、あの有名な PGA ツアーのデシャンボープロが11月にマスターズで履くということで、こちらをおすすめしております。話題ですね、はい、今ドライビングディスタンス、はい、ドライバーの飛距離、はい、1位ですか？1位ですね。322でしたっけ？そうですね、平均で322飛ぶので、350ヤード飛ぶ時もあれば、まあ300ヤード、平均で322ヤード飛ぶためにはやっぱりこの靴で。そうですね、はい、デシャンボーっていうと結構こうフィーリングでっていうよりはこうデータ、はい、データでやる選手じゃないですか、はい、そういう選手がこう選んだスパイクってことで、もう確たるそういうテクノロジーみたいなのがあっての、まあ、チョイスっていうことですかね、はいはい、で長時間履くことによって、うん、あのランニングシューズのような軽さもありますので、全然疲れないので。じゃあちょっとこれ打ってみてもいいですか？ぜひ、もちろん、はい、そしたら試打室に行ってみましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。私の一押しのこのシューズ、はい、いかがでしたか？ですね、正直びっくりしました。はい。どこにびっくりされました？やっぱりね、あのゴルフスパイクってこう、はい、柔らかいと歩きやすいんですよ。で、硬いと今度振りやすいんですよ。で、なかなか両方っていうのがあのできなくって、柔らかい、歩きやすいのはやっぱ初中級者向け。で、硬いのは、まあ、歩きにくいけど振りやすいんで、まあ、上級者向けなんですけど、これは柔らかいのに振りやすいんですよ。なので本当にゴルフ始めた人から、はい、もうプロゴルファーまで、はい、デシャンボーも使ってるわけじゃないですか。そうですね。なのでもう全域で使えるっていう、僕あんまりこういうゴルフシューズってゴルフスパイク見たことないです。ありがとうございます。そういう意味でちょっと驚きました。はい、今日ちょっと本当にいいスパイクを教えていただいて、いい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。